はい、ありがとうございます。先ほどまでは北さんがビューグリーナス何をしているのかってところをお伺いしたんですけど、まあ、この動画では別の事業もされているっていうところなんで、はい、改めてどの団体所属してるかっていうところも含めてちょっとお聞きしてもいいですか。はい、所属してる団体がユグリナ以外だと2つあって、うん、まあ、NPO 法人のコンフロントワールドっていう団体と、はい、あとクミコっていう、うん、まだ法人化していなくて、うん、まあ、任意団体ではあるんですけど、うん、クミコっていう団体に所属してます。なるほど。コンフロントワールドは NPO 法人なんで、うん、まあ、なんかボランティアやってるとか、はい、そういうイメージを持っていただいたりいいんですけど、うん、じゃあクミコって何をやってるかっていう話いくと、うん、今ちょっとリブランディングしている最中で、はいはい、ちょっと方向性をまた見出そうと思ってるんですけど、何を目的にやってるかっていうところでいくと、うん、代表の森山っていうのがいるんですけど、うん、はいはいはい、その子がバックパックが好きで、あ、そうなんですね、はい、いろんな海外、その中でも特に中東と言われるエリアがアラビな感じの文化がすごい好きで、うん、そこに惹かれてそのここの雑貨を日本に持ってきて売りたいっていう気持ちがまずあったのが一つ、うん、なるほど。でそれをまあやりたいっていうのがすごく彼女の中でのモチベーションなんですけど、うん、それをまずやっているザクリットって団体です。うん、あ、だから中東の雑貨を日本に持ってきて日本で販売してるみたいな、はいはい、イメージ。それもやってて、うん、でも自分たちが本当にやりたいこととしてはそこにいる人たちが手作りで作った商品を日本に持ってきて、うん、日本の方々にその馴染み深くない海外の人たちにちょっと思いを馳せるじゃないですけど、うん、その人との関係を持ってもらって、うん、その国、うん、その文化に触れてもらえたら楽しいよねっていうところが今やりたいことなので、うん、それに向かって今準備を進めていて、うん、ちょっと拠点はずれるんですけど、うん、ウズベキスタンの生産拠点みたいなところを今できてサンプルとかも作り始めてて、うんうんうん、まあ、商品化を今目指している、はい、なるほど。なぜウズベキスタンなんですか。それはいろいろあるんですけど、シルクロードの中で文化がまずあるっていうところと、うんうん、自分たちはきっかけは中東だったんですけど、はい、森山自体は別に中東ってエリアだけなくて世界中のそういった小物、うん、ハンドメイドだったりとか、はいはい、人が思いを込めて作ったものを人に触れてもらって、うん、その作り手さんを感じてもらいたいっていうのが今思いとして持っていて、なるほどなるほど。だった時にウズベキスタンの理由っていうのはただ単に文化圏としても近い、はい、今イスラム圏で歴史的な建造物がサマルカンドとかにもあるんですけど、だからそういったところに行ったっていうのがあります。でその時にたまたまウズベキスタンに乗り子学級っていう日本、はい、日本人が建てた日本語学校があって、まあ、そこは今もう現地の方がウズベキスタンの人が運営してるんですけど、そこに行った時にそこの校長先生と話の中で、うん、こういうことできるんじゃないっていうのでできたのがスザニ教室っていう。スザニ教室、スザニっていうのが、まあ、刺繍なんですけど、はいはいはい、その刺繍を教える教室を開いて、うん、日本語学校通う生徒さんがいるので、その生徒さんとかそれ以外の人に昔からある伝統を教えて、うん、それを作ってもらった中で自分たちの品質とかがクリアしたものに関しては日本で売って収入として、まあ、お渡しする、その作ってくれた方にと、うん、いうことで、その収入源が少ない、まあ、女性に対して収入源としてクミコのスザニ教室を使ってもらおうっていうことを今やろうとして、なるほど、はい、っていうところがあります。ちなみに北さんはどんな立場で今入られてるんですか。今僕は副代表っていう肩書きではあるんですけ ど、なるほど、立場としてはざっくりとチャチャ入れ係、チャチャ入れメンターみたいな感じ。うん、そうですね、どっちかというとそうなんです、ね、チャチャ入れしてるっていうか、うん、代表まだ学生なんですよ。いや、そうなんですか、はい、どこで出会ったんですか。まだ僕が学生だった時に、はい、国際協力×若手起業家みたいな、うん、そんなのがあるんですか。あったんですよ。で、あってそれのご飯会みたいなのがあって、うん、でその時に知り合った、うん、その人その時いくつだったんですか。大学生、大学生です。2年前とかなんで、今 22? まあ、だから20歳、だから2年生とかです。すげえ、ね、そういうのをやってるんですね。でも、うん、その時やってなかったです、うん、そういう思いがあって、それやるってなった時に呼んでもらったというか、うん、手伝ってくれませんかって言われて、うん、じゃあ手伝うよみたいな感じ。実際じゃあクミコっていう任意団体は、はい、いつから始められたんですか。厳密には2年前、2年前コロナ入っちゃった時ぐらい、入っちゃった時ぐらいですかね。でも今のクミコのビジネスモデルだと、はい、世界でハンドメイドで作ってもらって、それを日本に送ってもらって日本で販売するっていうビジネスじゃないですか、はいはい、でもコロナっていう観点でいくと自分で持ってくることはもう不可能じゃないですか、はい、その時はそれどうしたんですか。もともとは自分たちで作りたいが先だったんです。あ、なるほど。そこが先だったんで、まず森山が自分で作る
ていう。おお、そうなんだ。デザインをモチーフに、はいはい、メッセージとか、うん、それを商品のデザインにして、そのデザインにしたものを、まあ、売るっていうことをやってたんですけど、結局採算は合わないですよね。なるほど。とりあえずやってみようっていうことで、うん、僕も売るっていう経験自体、人にお金をもらう、対価をもらうことってすごい大事な経験だと思うので、うん、やってみることはいいかなと思ったんですよ、うんうんうん、なんでとりあえずやってみって言ってやってたんです、うんうん、でその中で結局これ売れないよねって話になった時に、どういう方向に持っていくって言って、海外にまず途上国に行けるようになって、途上国に行って途上国のものし、それでポップアップやってみたらどうなんだろうみたいな感じで、自分たちの商品もそこに並べて売ってみたらどうなんだろうっていうところから、うん、今の方向性にこうディレクションしたっていうのが占い。そうだ、はい、で今後どうしていくかっていうところは今リブランディングしてる最中なんですけど、ね、方向性は見えてるので、はいはいはい、そこに対してどうアクションを取っていくかっていうところですか。じゃあ今本当にスタートアップみたいな、スタートにもう一回ちょっと立ち直したっていうところですね。ちなみにちょっともう一つ聞いてみたいですけど、北さん目線でいくと、はい、主でやってる業務はユーグレナじゃないですか、はい、ユーグレナでやってるものの他にもいろいろ携わっているものってあると思ってて、はい、携わってるもの複数あると、はい、自分24時間あってもいろいろ削るとそもそもいろんなところにコミットできないじゃないですか。でもそうなると疲れちゃうんで、はい、モチベーション上がんない時もあるかなと思って、複数やってるモチベーションの維持ってどうやってやってるんですか。まず僕そもそもが本質的に自分の性格が多分リスクエッジしたい側の人間だと思ってて、あ、そうなんですね。なんかフルコミットが多分リスクだと思っちゃうところが多分あるんですね、はいはい、なんでなんかいろんなことに手を出していたい常に、うん、でそれが多分一番のリスクヘッジだって自分は思ってるところがあるので、うんうん、はい、まずあんまりそこに対してモチベーション下がるってことが特にないのかなっていうのが一つ前提としてあります、うんうん、でも一貫性疲れるっていうのはあるんですけど、疲れるのってその関連性が多分ない時に疲れが出始めるのかなと思ってるんですよね。自分が考えている思考パターンとかが全く違うと切り替えるの大変なんですけど、はいはい、でも僕が実はやってることって物売りなんですよ、うんうん、だからそのユーグレナだったらユーグレナの健康食品を小売さんに置いてもらって、小売さんがどう売ったら良くなるかみたいなことを考えるマインド、うん、で NPO のそのコンフロントでやってることも僕物販事業の責任者なんです。あ、そうなんですね。なんでコンフロントのブランド2つ持ってるんですけど、うん、まあ、その2つをどう売るかと年間で予算達成するかっていうことを考えてる、はいはい、でクイコも今までの話の通り海外雑貨を売ってる、うん、だから基本となるベースの考え方とかは全部一緒なので、うん、なるほど、それをステージとか団体の方向性とかやり方とかが変わってくると思うんですけど、そのハウの部分を結構変えてるだけであって、うん、何をやるかは変えてないっていうのは疲れない感じかなって。なるほど。じゃあ今やってる複数業務も基本的には一貫しているところが多いと。そうですね。だから全く新しいことをやってるわけではない、ただそこの業種がちょっと違うだけってことですよね。そう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 。サプリなのかそれとも普通の服とか、はい、そういったものなのか雑貨なのか、はい、ああ、なるほど、そういう感じなんですね。そうっす。なるほど。今後、はい、最後聞きたいなと思ってるのは、北さん自身がどうなりたいのかっていう部分と、クミコとして副代表として携わられてると思うんで、はい、今後どうしていきたいかみたいなことをちょっとお聞きしたくて、はいはい、まずクミコからちょっとお聞きしたいんですけど、今後は、まあ、今リブランディングしてるってところであるんですけど、はい、自分の個人の思いも反映させてるんですけど、うん、結局クミコが何がしたいのかって考えた時に、うん、さっきの現地の人と日本の方、今日本をメインにやってるんで日本の方をつなぐっていうところがメイン軸になってくると思うんですよ、うん、で人の好きだったりとかやりたいとかを応援できるようなブランド作りをしたいなっていうのは、うんうん、今リブランディングしている方向性で、うん、まあ、それなんでかっていうと、まあ、それこそ森山もそうなんですけど、自分がこれが好きだと思って飛び込んだ世界にちょっと一部救われたというか、なんかその生活が豊かっていうか、はい、すごいポジティブになっている部分があって、うん、それを今やっている自分がすごく楽しいし、なるほど、っていうところもあって、はい、そういうことを思っている人たちに、うん、このブランドを通じて例えば現地でも頑張っている人、うん、自分たちの収入っていう面で豊かになっている人たちがいて、うん、それを買ってくれた人たちもそういう世界観で買ってくれたらすっごい楽しいよね、うん、でそれがこの雑貨っていうところは彼女のエゴなんですけど、こだわりの、はいはい、それを実現できるようにこれからブランドを発信したいし、ブランドのアクションしていきたいっていうのがクミコとしての今後かなと、うん、なるほど。じゃあ自分自身としてはどうですか。自分自身は、はい、人の可能性を伸ばすことを今後やっていきたいっていうのがずっと思ってます。人の可能性を伸ばすって何かっていうと SDGs もそうだと思うんですけど、僕は主語が人間だと思ってます。
人間が持続可能な社会だと思ってるんですよ、まあ、人類が、はい、でその中に動物とか入ってるのは人類に得になるかもしれないから、うん、薬を作るとか、はい、そういうのは僕としてあると思ってて、うん、でその人類の可能性を伸ばすってどういうことってなった時にできることを増やしたりとかってことだと思っていて、それでは何ってなった時に、まあ、ビジネスの開発スキルだったりとか、はい、面白いことエンタメだったりとか、うん、ゼロから1を生み出したりとか、うん、人に買ってもらえる経済的な価値をつけるっていう行動だったりとかっていうのは資本主義の中で絶対的に必要なスキルだと思っているので、そこを自分が支援できる立場になったりとか、こういう組子みたいな団体を見た時にサポートできる人間になっていくっていうのを自分は今後目指していきたいなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。ということで最後締めていただいたんですけど、はい、今日はですね国際教育の中でもユークレーダーで働かれていて複数で事業も運営されている北さんにお越しいただきました、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。クミコのホームページに関しては概要欄に載せておりますのでぜひ皆さんご確認ください。はい、じゃあ本日はありがとうございました。